ちょっと、ね、違う世界にちょっとチャレンジし,してみようかなっていうのは僕の中にありましてそれはまあずっと頭の中にあったんですよねどちょっと馬と違う世界を見てみたいなっていうのはまあ自分の中にあって調、まあまあ、教師っていう選択肢もあっていろいろ考えた時期もあったんですけどまあ今度はまあちょっと違うところでチャレンジというかしてみようかなと思ってますね。 重初めて勝ったときとかはやっぱうれしかったし、はい、初勝利のときももちろんうれしかったしもう言い出せばやっぱきりがないんですけどまあ今一つ一ついといとあうまき思い出はあるんでそうですねまあ重賞か勝ったときですかね一番うれしかったのははいまあなんつうんだろう悔いがないってうそになっちゃうのかな、まあ、未然はある けどいいはないっうか,なんつかまあ難しいですけど、まあ、あ,時ああしてたらあ、まあ、また違う結果出てたのかなとかこうだったのかなああだったのかなと思い返せばありますけどまあね、でもやってきたんで、一生懸命、はいまあ、納得です、自分の中で。ちょっと落ち着いたら、まあ、普通に見に行きたいですね、競馬を。まあ、現役中は、まあ 見れもちろん見あのスタンドからとか見ることできなかったんでまた違う目線で見れるっていうのはまあ面白いのかなと思いますけど応援してくださった方には本当感謝で本当はありがとうございましたまあステキを置くことになりますけど、まあ、今後、まあ、何かの形で競馬に関わっていければと思ってますんで、はいまあ、今後とも応援をよろしくお願いします